アントン・アロイス・マインナーとフランツは、ドイツの小書校で、ホーエンツォレルン・ジグマリンゲン校。ホーエンツォレルン・ジグマリンゲン校をカール・フリードリヒと、その妻のベルクイッコールスへ、レンベルク女白、ヨハンナの間に生まれる。7年戦争の最中に誕生したため、ドイツにおける戦乱の難を避け、母の実家のある、低地地方の末レンベルクで大切に育てられた。父が、この戦争に従軍しており、 母は子供たちを連れて、実家の兄のもとに身を寄せていたのである。成長すると、フライブルク、ハイデルベルク、インゴルシュタットの初大学で学んだ。1782年8月13日、ダウン城でザルムイコールキルブルク校、フィリップ・ヨーゼフの娘アメリーと結婚した。1785年父の死で、ジグマリン元校了を、2年後の母の死で、ベルクイコールスへ。 エンベルク伯領を相次いで相続。特に後者は、低地地方でも豊かな所領であった。1789年、オーストリア領ネーデルラントで、ブラバント革命が発生すると、アントガー・アロイスは、革命政府の圧力により、低地地方の治療から追放された。1790年、神聖ローマ皇帝レオポルト2世の戴冠式に参列し、 帝国の世襲財務官の役職を果たした。退仏大同盟戦争が勃発すると、アントガアロイスは、ウィーンに避難したが、1796年、ジグマリンゲンの所領に戻った。1802年、アミアンの和役の成立に伴い、フランスがラインサガン地帯を併合したため、アントガアロイスは、低地地方の所領をすべて没収された。彼は保証として、シュバルツバルト北部のグラット諸園 世俗化されたインチクコフェン、ボイロン、ホルゼンの諸州道院領を与えられた。1806年、アントン・アロイスは治療をライン連邦に加盟させることにより、治療に対する完全な主権を保障された。とはいえ彼が所領を持つ南ドイツ諸法の政治的運命は常にフランスに握られていた。ナポレオンへの従属を余儀なくされたとはいえ、 シュバーベン地方の両方エンツォレルン公家は、フランス皇帝と親しい関係を築き、そこから政治的利益を得ることができた。ジグマリンエン公家は、フランス皇帝一族との縁組にさえ成功した。アントン・アロイズの一人息子カールは、1808年ナポレオンの妹の義理の命にあたるアントワネット・ミューラを妻に、迎えた。加えて、アントン・アロイズは、ナポレオン皇帝から、 アハベルクとホーエンフェルスの荘園を与えられ、治療内のすべての騎士領に対する完全な総試権を認められた。1814年、アントガー・ロイスはウィーン会議に出席し、広告の主権を保障され、さらに依然バイエルンと定地地方に所有していた領地を返還された。翌1815年広告はドイツ連邦に加盟した。全体的に、 アントン・アロイスの政治的見識は、田舎領主のそれに過ぎないとみなされてきた。孫で、政治家のカール・アントン・フォーン・ホーエンツ・ツォレルンは、祖父について、せっかく見晴らしの良い場所を当てがわれたのに、それに目もくれず無駄にした人と酷評している。1815年から1817年にかけ、アントン・アロイスは、ジグマリン現場内にある翼の一つ、通称、 果物箱を5階建ての騎士官に改築し、ビルヘルム館と改称した。両シチリアを勲章第十次章、プロイセン王家のクロワシ勲章、石州勲章及び、バイエルン王家のセー,ーベルトス勲章の受賞者であり、シュバーベン帝国クライス軍の強行騎兵連隊の所有者でもあった。フォン、バリナー、ハクラウチンワイズ、マイグレーション・イム・ディーンスト・デア・デュナス・タイム、バイシュピール、 フォン・アントワネット・ムラット・フォートロック・フォン・カーメン・ゼワズ・ AM25 ・ノーベンバー2010・イン・クラウチン・ワイズ・ハット、F ・エー RST ・フロイト・ズイヒューバ・オーダン・バイダー・ゼツイリアン・イン・シュベービシャ・タイトゥング・ホム14・ヤーニュアール2009ありがとうございます。